全世界の皆さんこんにちは、こんばんは、中地です。今回もニコニコキャンプやってきました。ですね、ニコニコキャンプはですね、こういったドッグランサイトっていうのもありますので、ちょっといい感じでワンちゃん連れのキャンパーさんがいたので、ちょっと取材していきたいと思います。それでは行ってみましょう。あ、すいません、こんにちは。あ、こんにちは。もうワンちゃんといい感じでキャンプやってますね。はい、プーちゃんって言います。あ、プーちゃん、プーちゃんって言います。男の子で、プーちゃんの男の子、よろしくお願いします。かわいいね。ずっとじゃあワンちゃん、あのプーちゃん連れてキャンプをされてるんですか。はい、そうですね、たまにソロで行ったり、あ、はい、奥さんにごめんなさい言って、はい、ソロキャンプをするというわけなんですね。はい、なるほど。歴はどれくらいになるんですか。8月で2年だね。自分はちっちゃい時から家族でやってて、はいはい、うん、しばらくやってなくて、はいはい、2人でコロナになって、はいはい、アウトレット行ったら、はい、奥さんがコールマンのテント、はい、あのインディゴシリーズ、あー、はいはい、青いやつ、ね、ちょっと安くなっててかっこいい、これってかっこいいっつって、全然テント詳しくないんだけど、やってみる、うん、それがスタートです。あ、じゃあテントきっかけ。テントきっかけです。テントきっかけ、前から欲しいって言ってたけど、なんでコールマンに入ったのか分かんないですけど、あ、アウトレットでたまたまあって、可愛かったよね、あのシリーズ。可愛かった。それを最初は、うん、あのシリーズを揃えるようになって、はいはい、ツールームのやつ、ね、椅子とか、あ、そうそう、レイチャーも青と手すりが木のような、そうです、ね、はい、そうです、椅子も揃えて、タープも買ってね。そうですね。でずっとそれでやってたけど、一回なんかあの三角のやつなんだっけ。あ、そうですね。ワンポール。その後一人の揃いを買って、はいはい、うん、最近これを買った。天幕だって、なんだっけ。はい、あ、天幕のワンポール。これ初張りです、今日。あ、今日初張り、うん。いいですね。ね、初めてだね。韓国で買って。うん、あ、韓国で買ったの。韓国に行く用事があって、はいはいはい、そしたら買ってきてって頼まれて。いつも二人で行ってる、はいはい、我々茨城県の日立市出身なんです。はいはい、ここから北に。うん、30分ちょいかな、うん、近いですよ。でいつも行ってる韓国居酒屋のプサンっていうところがあって、はい、そこのママさんが韓国人出身で、はい、結構ちょくちょく旅行行ってるんです。あ、一緒に、一緒に、僕は行ってないんですけど、はい、サラリーマンなんでちょっと、はい、平日とかに一緒に行ってて、で韓国行くっていうのがあって、はい、だったらちょっとミニマルワークス、はい、シェルタージーずっと YouTube で気になってて、はいはい、だいぶ遅れてますけど、分、うん、あの分から、はい、うん、で少し安かったんでしょ。だいぶやっぱり向こうで買うと、あ、やっぱ違うんです、値段が全然違うんで、でも誰がこう大きさか分かんないし、買ってきてっていうのはいいけどね。いきなり持って帰るのね。確かに。でも結構まあ割と、あ、でも全然思ったよりは軽くて、大きくなかった、軽かった、うんうん、まあその多分そのコールマンとかと比べると全然違いますよね。そうです、コールマンのイメージだったから、どうやって持って帰るの。でさすがに帰りは空港まで帰って、あ、そうそうそう、うん、でも軽かったね。奥さん迎えに行ってるわけじゃなさそうな感じ。そうですよ、間違いないです。さすが、ちょっとテント、そう、テントを迎えに来てくれたの。私だけだったら迎えに来なかった。いや、そんなことないです。テントを楽しみに。で初張りだね、そっからね。そうです、そうです。簡単だったね。簡単でした。何分ぐらいですか。すぐだったよね。何分だろう、すぐでしたね。失敗もなく、はい、なんかマジで早くの説明書とか結構あんまりちゃんとしてはなく、うん、まあ、韓国、まあ、ハングルで書いてるっていう、うん、はい、10分ぐらいじゃん、ほんとすぐだったよ、ね、だからこの何時まあオプションの、はい、オプションのやつも、あ、そっか、これつけたからもうちょっとかかってるか。すごい早かった、びっくり。じゃあ、 あの本体だけだったら全然早かった。全然早いですね。はい、テントはじゃあその3つか、3つです。あと、なんか勝手に一人で、そう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 、私なんか、あ、なんかやってるんですか。なんか違う、ソロキャンプ目指して、あ、そうなんですね、そういつもついてってるから、はいはいはい、自分でめっちゃテント探して、なんか実家に行ったら、テントが置いてあるんですよ。トラのマークみたいなやつです。ワンティグルス。あ、それ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 、それ買ったけどまだ貼ってない。あ、そうまだ貼ってない。何これって。実家にある。実家にある。自分でちょっとやってみようと思って、こっちに頼らずやってみようと思って買ったんですけど、まだ一回も貼ってないです。ですね。隠れて練習してってことですね。そうそう。こっちの力を借りずに、私できるぞっていうのを見せなかったことですね。そう、やってみたい。でもまだやってない。もう半年ぐらい経ってるね。それがバレちゃったと。そう、バレてます。なんならこれも私が買ったのに、実家で見つけられて、持ってきてって言われて、あ、ずっと欲しかったやつと思って。なんかもう勝手に使われてるし。じゃあこれなんか黒系はなんか旦那さんで、こういう色は
あ、全部違う。これ全部旦那のです。あ、そうなんですか。そう、全部ですね。黒が好きだったんですかね。はいはいはい、持ってるもの自体が。30ぐらいしてない、キャンプグッズ。いや、そんなことない。どんどん増えてってる。すごいですよ。本当どん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 、はい、あの沼ってやつですよね。あ、そうですね、はい、完全にハマってる。確かに奥様に韓国行ってテント買ってきてっていうと。そうですよ、本当そうですよ。韓国行くって言ったらもうすぐ頼んでたもんね。そうです、うん、でさっきあのそのプサンってママにね、初めて立ったんで、このテント立ってたんで、うん、お礼のメールを送って、写真送って、また10月行くらしいんで、なんか違うアイテムまたオプションパーツが増えてくる。違うの欲しいんでしょ。違うの、そう、ミニマルワークスにだいぶ惚れてます。あ、なるほど。いやちょっと韓国行くのも内緒になるかもしれないですね。本当ですよね。そのうちソロキャンプ旅行行ってるかもしれないです。あ、確かに。いや、絶対ダメです、怒られます。怒られます。じゃあそれと今ミニマルワークスにはハマってる、はい、ドハマりというわけです。ハマってんの、他にもあるんだっけ。え、今テントだけ。いや、ないないないです、ね、まだテントだけ。逆にじゃあなんかもう今前買ったけど今使ってないなみたいなことってあります。前買っていうかこれ初めて見たし。え、これ、これいつ買ったの。衝撃の。え、これいつ買ったの。アマゾンのプライムでやったやつ、はい、はいはい、つい最近ですね。つい最近、はい、あの YouTuber のヘルメットかぶってる。あ、はいはい、確かに顔出してない人か。ミッチェルさん。あ、ミッチェルさん、 YouTuber さんが、はい、いいと、はい、本家ちょっと高い、うんうん、でマルチクリートル、はいはい、これ多分3分の1ぐらいですかね。今流行りですよね。そうですね、皆さんこれ使ってますね。やっぱ僕もあの何回か使ってるんですけど、はい、貼り付かないし、よりはしやすいかなと思います、はい、まだ一回も使ってないですよ。そうだよね。あ、だからこれが綺麗なんです。そうそうそう、めっちゃ綺麗。なるほど。初めて見た。この取ってみたのもともとついてたの。ついてて。いいですか、ちょっと触って。はい、ついてたんだ。外せるんですか、これ。ちょっと外せますよ。本当ですか。何のために外す、洗うために。ああ、そうか、そうか。そういうの外せてって感じですね。どんどん新しいアイテム増えていく。これもだ。あっさ、これもですか。このケースも。はいはいはい。これどこで買ったの。それはもう全部大体アマゾンですね。あ、じゃあ知らぬ間にこうパチ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 してる。アマゾンか。セカンドストリート的なもの。ああ、そうですね。じゃあもう買い物とかもうそういうのも全部キャンプに走って。いや、ほんとそうです。前までゴルフにどっぷり使ってたんですけど、はいはい、スコア良くならないし。なんか何も残らないじゃないですか。はいはい、娯楽で終わっちゃうから。う、結構高いのでゴルフも、うん、そうだよね。だから物が残って、もう今ゴルフよりもキャンプにハマってます。なるほど、はい、中津さんどのくらいやってますか、キャンプ。僕は歴は今年 7,8 年くらいですかね。学生の頃。いくつなんですか。そう、僕は27。あ、ほら当たったじゃん。25か7かそのくらいかなって言って。いくつ見ます。じゃあそれやめようって言ってたよね。いくつに答えにくいでしょ。うちらは22とか。ありがとうございます。ほらほら、さん、それはダメです。世代それはダメです。それはダメです。突撃受けるってね、なってね。いや、化粧道具持ってきてなっていしまった。いや大丈夫、眉毛はあるから大丈夫。しまった、眉毛しか描いてきてない。いや、でも本当突撃ですいません。いや、楽しい、初めてなんで。いやいやいや、ありがとうございます。なんかキャンパーの仲間になったみたいな気がするよね。毎日見てるから。あ、ありがとうございます。YouTube。いや、タナチャンネルで、はい、あ、もう結構見られて、はい、見てる見てる。なんかこれ良かったなみたいな。これ良かったな。企画？企画で、だから本当つい最近。売るやつ。中田さんがキャンプの取材で行ったのかな。はい、自分のキャンプの取材で行ったのに。だから全部自分の私物を持ってきて査定をされるっていう。マウンテンシティの動画ですね。あのなんか優しい店員さん2人の感じも良かったよね。いいもの持ってるなって思いながら。はい、見てました。もうそれを早く使いたくてとこなんですけど。あれ面白かったね。 ありがとうございます。いや、それもあって、じゃあ逆になんか査定勝手にしちゃおうかなっていう。いや、確かに確かに、してもらってみようよ。ないですね、高いもんって。いやいやいや、もう送料も無料なので、送料無料なので、はい、あ、そっか、送っていただければ、はい、あれすごいですよね、送料無料すごいと思わなくて。そう言っても言ってたね、うん、え、査定してもらって売るかどうか決めて、はい、売るってなったらそのまま引き取る。あ、そうです、そのままできるんで、返送料もかかないんで。え、めっちゃいいじゃん。家がいっぱいいっぱいになったら。そうですね、もうなってるでしょ。マウンテンシティ使わないのいっぱいあるもん。ぜひこれが分からないといえば動画を見てください。そうだ、概要欄あります。そうだよね。ありがとうございます。じゃあそしたらまたキャンプ道具今の聞いていこうかなと思うんですけど、はい、
一番最初にじゃテーブルっていうのはどちらのやつですか。これハイランダーのやつですね。はい、高さも大きさもこれがやっぱベストですか今。どうなんだろう、テーブルも50ぐらいしたんじゃない。あ、そんな、かっこよくない。あの、あれ普通のアルミのなんか、はいはい、こう、なんだろうね、コールマンとか畳めるような、はいはいはい、あ、一般的なやつ。あとあのポールテントの時はさ、あの丸いやつ、あの五角形のやつ。あ、もう一個ハイランダーの、はい、なんつったの、こう、はめ込んでこう、うん、まあ囲むような感じですよね。そうそうそう、それも持ってて、はいはい、お気に入りでしょう。で、真ん中にストーブだったり、うん、そうそうそう、ストーブも全部自分でペンキするんですよ。あ、そうなんですか。嫌いじゃなくて。ちなみに何使ってるんですか、ストーブ。ストーブはあのコロナ。あ、はいはいはい、逆に多分風評被害で多分安くなったんですかね。あ名前で名前で分かんないですけど、白いの買って真っ黒に塗ってたね。じゃタイミングが良かったんですね。はい、まあ、テーブルの中だとじゃそういうのもあって、まあ、今日はこのテントにするからこういう形で、そう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 、冬とかワンポールだとその囲むような。一応今日持ってきたんですよ。あ、ね、持ってきたんですけど、こっちの方がいいかなって、はい、まあ今はそれでいい感じでレイアウトもなってますもんね、はい、これもベッドも寝心地いいですよ。ああ、それベッド何なんですか。これなんだっけ。エアーベッドなんですけど、はいはいはい、これめっちゃいいですよ。あのコットでもう寝れなくなっちゃった。あ、そうなんですか。これどこのやつですか。安いやつってたよね。あの、ま、ちょっと枕みたいになってるこっちの。そう、ここはよかったら寝てみてください。中地さんもここは枕になってるんですよ。あ、はいはいはい、あ、ちょっと、はい、ちょっと高くなってるんですね。そうです、はいはいはい、なんで気持ちいいですよ、ね、コットで最初行ってたんですけど全然違くて、あ、ここでシューって、そうですね、あ、ここでこうやって、はい、自動でできるんですか。自動で、そうですね、あの寝てみてほしい、はい、よかったら、いやいやカメラマンさんも寝てみます。めっちゃ気持ちいいんですよ。はい、え、いいんですか。どうぞどうぞ。さっき着替えたんで。どうぞどうぞ。寝てみて。いいですか、はい、ただちょっと抜けてるかもしれない。私人それで撮ってちょっとお邪魔します。え、じゃあこっち、じゃあ失礼します。すいません。ちょっと暑いかもしれないです。いやいや。失礼しますね。あ、これすごいです。いいですか、横になっちゃって。全然いいです。めっちゃ良くないですか。あ、これいい。ですよね。いいっすよね、これ。あ、これいいですね。めっちゃいいですよね。これまあ2人でこうやって寝るんですもんね。そうです。で、犬がいて。あ、犬ワンちゃんもこうやっていて。わ、めちゃくちゃ、あ、すごいっすね。え、これどこのやつですか。なんていうんですかね。I do。I do。I do。このポチったんですか。これおいくらぐらいですか。これ1万くらいですよ。あ、そんな、はい、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。全然な、コットより次の日の朝が全然違くて、はい、コットで寝れなくなっちゃったよね。いや、めちゃくちゃいいですね、これ。いいです。え、これちっちゃくしたらどれくらいの大きさになるんですか。ちっちゃくしたらこんぐらいですかね。あ、こんぐらいかな。この横の袋を開いてもらったらそのくらいです。これですか、はい、あ、そうですね、はい、あ、それで結構余裕あるんで、それで、あ、これで余裕あるような感じで、はいはい、ちょっと畳むの大変。これでこう広がってって感じですね。そうです、枕ついてるんで、まあ、コット2つ分って思えば別に同じぐらいの大きさですよね、はい、しかもこのサイズでぴったりなんですね。ぴったりですね。はあ、じゃあ別にこのまま寝ちゃえばってところだもんな。いや、今ふかふかな感じが、そうですね、まあ、これも多分敷いてるのもあると思うんですけど、はいはいはい、いや、これいいですね。いいです、本当にいいです。ちょっと明日まで寝そうな、はい、勢いでしたおすすめだね。で、このバッテリーはこれエコフローさんですね。はい、エコフローのこれはこれなんですかね、リバーマックスかな。あ、マックス、マックスですね、はいはいはい、用途としてはどんな感じが多いですか。用途はでも電気系かな、はい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 、あ、こういった、そうですね、はい、あ、扇風機もこれコンセント、扇風機もこれはつけてて、はい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 、充電ぐらいしか使わないんで、冬はでも電気毛布とかめっちゃ活躍する、ね、あ、そうですね、あ、そっか、冬はとかですね、 冬の電気毛布とかはどれくらい持ちます、はい、どうだろう、でも寝る時だけか、大結構電源サイトとか行っちゃったりっていうのもあるので、はいはいはい、冬だと1日ぐらいしか持たないかな。あ、はいはい、こちら冬の方が多いもんね。あ、そうなんですね。いや、そうです、冬の方がいいですね。あ、じゃあウォールシーズン行くけど冬の方が好きです。いいです。はい、それどうしてですか。どうしてですか。虫と虫と、はい、あと空の星、あ、が綺麗、綺麗ですよ、じゃあ、なるほど、あ、はい、まあ、しかも今日もうこれ買ったら天井見たら、そうですよね、いいですもんね。去年ここ来た時ね、この子熱中症になったの。あ、そうなんですか。でオーナーさんになんだっけ、あの桶借りてザブンって入れたら、はい、復
活して復活して今日その話、うん、去年お世話になりましたって言ったらそこにシャワーできたよって、犬用も人間用もいいよとか言って、ね、だから夏やっぱねちょっと大変だよね、やっぱワンちゃん夏なんかね、そうそうそう、そこもやっぱ気にしないとってことですよね、はい、あここにまたいいですね、プーちゃんって、うん、プーちゃんって一回脱走してるんですよ、そうなんですか、そうなんです、大変です、本当はよく下に電話番号も貼り付けてあれですか、ご自宅から、いや違います、キャンプ場、違う、私がちょっと実家に連れて帰って、はい、お店で、はい、キャンプ場でいなくなっちゃったのかと思って、あ、じゃないです、そうです、慣れてきたらもう、うん、あ、可愛い、ね、犬大丈夫ですか、あ、全然大丈夫ですよ、僕は、いや、あ、じゃない、あ、ごめんね、ごめんね、ここドッグサイ、みんな周り、みんな犬いっぱいいるから、そうですね、みんなワンちゃんがいて、で、今座られてた椅子はどちらのやつですか、これは全然、これあれ、下は安いやつです、そのホームセンターとかにある、量販店みたいなところ、そうそうそう、はい、カバーにカバーをつけて、カバーどこのやつですか、何で買ったのカバー、これもアマゾンですね、うーん、はい、まあちょっと雰囲気揃えてる、そう、カバーつけると全然違いますね、はい、そうですね、これ女子この椅子組み立てるの大変です、あ、そうなんですか、硬い、ああ、え、どこが硬いんですか、この多分はめるときですかね、ここの足を、はいはい、こうはめるとこ、うん、こっちはめて、はいはい、こっちギューッとこう、ああ、やるときが大変なんですね、やらないみたいです、なるほど、はい、おこのテントだとこの椅子の方がいいよ、うん、あ、めちゃくちゃ椅子持ってて、あ、そうなんですか、椅子ばっかりねありますね、これも2個あるし、あ、これもそう、穴開いちゃって、穴開いちゃってですね、これでもこっちもありますもんね、いや、まだあります、ね、そのなんだっけ、あのジーンズのやつなんだっけ、コールマンのあれ、1エアも3つあるし、はいはいはい、座り心地とか一番お気に入りはどれですか、レイチェアですね、レイチェア、あ、はい、こう上げると3段階で、こう、はい、角度変えるの大変だ、運ぶのもちょっと大変だよね、でもね、大きさがあったところですかね、はいはい、コンパクトさとしては、そうだから出来上がってしまえば私はこれが楽、あー、これが楽ってところですね、はい、じゃあ旦那様に組み立てもらって、だってこれ座ったらもう寝てないです、あ、まあそうですね、リラックスしすぎちゃってってことですよね、これちょっといいんですけどでかいんですよね、うん、はい、もう起き上がりたくなくなっちゃうね、なるほど、穴開いてますけど、はい、確かにこれはそうですよね、で、焚き火周りなんですけど、はい、焚き火台はこれどちらのやつですか、これなんかYouTuber の福さんがやってて、うん、はい、DCM ってホームセンターじゃないですか、あー、僕もこれ二次燃焼で比較しました、そう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 、こんなになるんですね、すごいですね、だからもうこれだいぶ使ってて、うん、なんだかんだこれが、はい、一番いいかなって、結構案外軽くて軽いです、うんうん、はい、コンパクトになるんで、そうですよね、で煙も少ないので安いし、はい、結構そうですよね、コスパも良くて、はい、ところで、はい、じゃあ料理とかあんましないですか、こちら、ほんとたまにするぐらいですね、はい、ちなみに何作りますか、結局 YouTuber ばっか見て、はい、徳井さんの、あ、もやしと豚バラのポン酢、あ、めちゃくちゃうまいです、あれうまいですよね、あれうまいですよね、本当、僕も最近あの徳井さん の, あの中華鍋、はい、あれ買って、買ったんですか、あれでちょっとそういうのやってるん で, いいんやっぱいいですね、いいですね、本当に簡単がいいですね、簡単が、はい、僕もだから肉焼くだけだったんで、はい、簡単なものをどうしようと思って、ね、あ、炒め物だと思ってとりあえず突っ込んで炒めればいい、調味料バーッてそうすればなんか成立するなって思って、はい、あ、じゃあそういうのを作ってるって感じなんですね、はい、うん、でこの後あたりはラックで、はい、まあ、こういった焚き火周りを置いてってことですね、はい、あ、これあれですか、あ、皮つけてるんですか、これは、そうですね、これどこのやつですか、これなんかメルカリかなんかでやってたやつで、はい、あ、かっこいいなと思って、うん、はい、でこれを作ってってことなんですね、はい、これナタどこのですか、ナタは、あ、全然安いですね、はい、皮をつけて、はい、これペトロマックスの、はいはい、巻き割るのはこのナタで、はい、そうです、はい、まあ、バトニングみたいな感じやるってことですかね、ここで、そうですね、あ、でもあんまやらないですけど、はい、あ、割るぐらいです、割る、はい、これ何ですか、これあのプーの水、ああ、そういうこと、はい、そう、これは、はい、ここに普段かけるものじゃないね、あ、そうやって水出して飲むやつ、そういうことなんですね、そうそうそう、これ斉藤夫婦がやつです、戻るんですよ水が、ああ、そうなんですね、あ、そういう便利なのがあるんですね、うん、お、いや、焚き火周りかと思って水あるからなんだろうなと思って、でもこういうのがあるというわけなんですね、はい、でもやっぱこれがあって結構いいですか、いや、いいです、今一番ですか、じゃあそしたら一番です、ダントツで、ダントツで、ほんと軽くてすぐ立てやすい、うん、はいはいはい、ね、色もかっこいいよね、はい、あ、そうですよね、立てやすかった、本当に、確かにその GH 出たじゃないですか、DH、あの TC ってことですか、あ、そうです、そうです、迷ったんですけど、はい、それだと多分持ち込みダメ
ぽくて、あ、機内に結構重量が出ちゃうかなと思って、そこをちょっと計算しながら、申し訳ないと思いながらちょっと声が小さくなったんですけどじゃあ次も重量考えながら、ちょっと、はい、お願いしようあまり大きい声では言えないけどってところですね何を買うの次果たしてというところです、果たしていや本当に、いや今回はいきなりお声掛けさせていただいたんですけど、いやもうちょっとめちゃくちゃ面白い取材をさせていただいて、はい、ありがとうございました。いや今後とも、韓国行く際はちょっと要注意ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとしたプレゼントなんですけど、東京クラフトが出してる焚き火台なんですけど、幕ライト知ってます。 あ、はい、ありがとうございます。焚き火台は持ってないです。ああじゃあそしたらいっぱい持ってる、はい、じゃあはい、はい、私焚き火台いいの、焚き火台1枚プレゼントさせていただきます。焚き火台まだ持ってないです、はい、ありがとうございます。一緒にこれ使い方、あ、教えてほしいです。はい、お願いします。じゃあちょっと、はい、お願いします。僕にも説明します。すいません、すいません。焚き火台私がないです。めっちゃちっちゃい。これが焚き火台になるんですよ。でこれがもう収納サイズになりますんで、これとこれが五徳になります。はい、五徳で説明書入ってて、これが風防になるんですね。かっけー、すごい。でこれが火床になります。なんかはめ込むやつですよね。そうですね。薄っ。まず火床のとこなんです。まあこれをこうやって立てるんですよ、はい、こうやって立てた方がよくて、でこの風防のこの東京クラフトっていうのが下になるようにして、ここと この、そうです、こことこれを合わせてもらって、ここでここにスッとはめ込みますね。でこっちもはめ込みます。ではめ込んだら このまま逆向ける、こうやっていただいて、でここを押し込んでいただくとパカッとはまるんですよ。すごい。それで同じ要領で、であぜひはめ込んでいただければと思うんですけど、こうですよね。そうです。これなんか自分でやったら逆になりそうだなそこちょっとあの経験していただければ経験積めばいける、はい、そうです。ここ全然曲げちゃっても大丈夫なので、そこをはめ込んで、これとこっち合わせて、そうですね。でこれをこのままこの状態でこうやってこうやってもらって、ここら辺グッと押す、あそこはここガクッとくるんで、あそこも大丈夫です。ここをグッと押せば、うん、おおすげえ。でこれちょっと持っていただければ、軽っここで、そうです、ここで巻きやってもらって、でここでこういう風に、ああなるほど、じゃこういう風な形で、はいはいはい、ここ滑りでもちょっとついてるんで、はいはいはい、動かなくなる。こっち上でもそうです、切れ目入ってるんで、でこっちでもできるんで、こういう風な形で、あとはここに収納していただければって形です。であとやっぱりこうやって灰とか残るじゃないですか、はい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 、残るんで親父ギャグで、でこれでバカッと外し、もう簡単にバカッと外してもらえばいいので、こう来たらここでこうやって捨ててもらえばいいので、そこまで考えられてる。そうですね、すごい。ぜひ使ってもらえればなと思います。ありがとうございます。一緒に。ありがとうございます。いやこんなでかいと思わなかったです。あ、結構、はい、そうですね。実際見ると大きいねって声はいただくので、すごい。ぜひ使っていただければ。ありがとうございます。ありがとうございました。